今回は少し重いテーマになりますが、犬を飼っている方、これから犬を飼おうか悩んでいる方へ少しでも参考になればと思い、この動画を作成しました。犬を飼っている方は愛犬に少しでも長生きしてほしいと思っているかと思います。そこで今回のテーマである犬の突然死についてまとめました。この突然死は年齢に関係がなく起こり得ます。この動画を見て、今後の愛犬との生活を気をつけることで、もしかしたら愛犬の突然死を防ぐことができるかもしれませんので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。皆さんは愛犬にどのタイミングでご飯をあげていますか？朝起きてすぐ？寝る前？もしも散歩に行く直前にご飯をあげている方は、今日からやめることをおすすめします。犬はご飯を食べた直後に激しい運動をしてしまうと、胃の中で食べたものが膨張し、胃が振り子のように揺れてしまいます。その結果、胃が揺れることでねじれてしまう恐れがあります。これを胃捻転と言います。胃がねじれて膨らんでしまうことで、他の臓器を圧迫し、血液が循環しなくなることで、最悪の場合、短時間で死に至る危険性があります。非常に危険な症状なので、ご飯を食べた後に運動させることはやめましょう。もし散歩をするのであれば、食後の1、2時間空けると良いでしょう。人間にとって無害でも、犬にとって有害となる食べ物は多く存在します。代表的なものとして、ネギ類やチョコレート、ブドウなどが中毒症状を引き起こす代表的な食べ物となります。こうした正しい知識を知らず、飼い主が中毒症状を引き起こす食べ物を与えてしまうと、嘔吐や下痢、呼吸困難、痙攣、最悪の場合昏睡状態に陥ったり、ショック死などの突然死を招く恐れもあります。またこのような感じで、飼い主の不注意でテーブルの上に置きっぱなしにしていた食べ物を捕食したり、散歩中に拾い食いしたりすることで突然死を招く恐れもあるので要注意です。対策としては、このように椅子をしっかりとしまう習慣をつけるようにします。その他にも、キッチンには危険な野菜を置きっぱなしにしてしまうこともありえますので、手の届かない場所に置いたり、キッチンには入れないようにして対策をしましょう。皆さんは毎日愛犬の歯を磨いていますか？マル君はこのシートで歯を磨いています。些細な日常の習慣ですが、歯磨きすることによって歯周病を防ぐことは、命を守ることにもつながります。実は突然死を引き起こす病気に心不全があります。歯周病菌が心臓や腎臓などの臓器に悪影響を与えると言われています。心臓病を引き起こさせないためには、歯周病菌を体内に侵入させないことが非常に重要になります。歯周病菌は歯茎の血管から入り込み、腸へと侵入し、さらに腸管に血管へと侵入することで心臓へと達してしまい、突然死の原因になることもあります。歯磨きガムを噛むことで歯に付着した歯垢を落とす、
汚れを落として口臭を軽減するという効果が期待できます。歯磨きガムだけでお口の汚れをすべて落としきれるわけではありませんが、歯ブラシなどを嫌がる犬には受け入れられやすいお口のケア手段として有用です。ですが、このようにガムを上げっぱなしにはせず、ガムは飼い主さんが手に持って上顎の奥にある第四前臼歯を狙って噛ませると効果的です。散歩中は様々なところに注意を払わなければいけません。道端に生えている毒性のある植物や虫、そして道路を走る車や自転車、バイクにも要注意です。飼い主がリードを装着する際、首輪を適切なサイズに整えていなかったり、リードを持ち方が緩かったりすると犬が逃げてしまい、そのまま交通事故に遭ってしまうというケースは少なくありません。打ち所によってはそのまま突然死してしまうこともあるため、散歩中は愛犬のリードを両手でしっかり持ち、なおかつ愛犬が首輪やハーネスから抜け出さないようチェックしましょう。以前流した動画になりますが、ありえないことに高速道路のサービスエリアで首輪が外れたことがあります。この出来事から出かける際に首輪の締め付けのチェックは確実にやるようにしています。ないとは思いますが、皆様もこのようなことがないように気をつけてください。ある日突然愛犬が亡くなってしまったと思っていても、実は気づかないうちに病気が進行していて亡くなってしまったケースは多くあります。中には症状が出ていたにもかかわらず、飼い主が病院へ行くのを怠っていたために突然死してしまうこともあるのです。もしも数日前から異変が見られていたのに、自分の都合で病院へなかなか連れて行けず、そのために症状が悪化し死に至ってしまったとなれば、飼い主としてひどい後悔に苛まれることでしょう。もしも愛犬にいつもとは少し違うという違和感や異変が見られたら、小さなことでも動物病院へ連れて行き相談するのが安心です。チャンネル登録よろしくね。いかがでしたか。犬の寿命は人間より短く、いつかは必ず別れが来るものです。大切な愛犬を亡くすことはどんなケースであれ辛いものですが、全く心の準備ができないままにお別れの時を迎えてしまう突然死は、飼い主さんの心により深い傷を残し、ペットロスも重篤化する傾向があります。飼い主さんの行動や不注意によって愛犬がある日突然目の前からいなくなってしまうかもしれません。今回紹介した事例以外にも、愛犬の命に危険が及ぶ行為は普段から意識して避けるようにしましょう。このようなことになることは犬だけとは限りません。大切なペットを長生きさせるためにも今一度調べてみて、今後のペットとの暮らしに役立ててほしいです。まんまるじゃんけんスタート。じゃんけんバイビーナー。